韓国オサム一部は28日、混合山観光施設撤去問題と関連し、北朝鮮側に当局間の実務会談を提案する大北通知文を発送した。オサム一部は同日午前、海上南北連絡事務所を通じて、混合山施設撤去問題と関連した大北通知文を発送したと明らかにした。ただし、 具体的な会談日時や場所などについては明示しなかったことが分かった。先立って去る25日、北朝鮮はおさむ一部と現代が山側に文書交換形式で、混合山観光施設の撤去問題を議論するとの通知文を送っていた。